里崎チャンネル。部長。こんにちは。さあ今日は、はい、セクション2。2回目ですね。はい、ということで、はい、早速やっていきましょう。はい。ではこのシナリオで、はい、シナリオ、はい、スタート。まずは練習ですね。はい、じゃあまあ、もう打撃でいいんじゃないですか。はい。おスカウト、うん、見させてもらうぞ。うん、あ調子悪かったのかって。え？あ、ユーカで下がっ上がったり。スカウト君どうしたんだ？この文字甲子園不可能だよって言われてます。なんで？地方大会も突破できないよって。そうだよ、一生懸命練習してるんだよ。そうなんですよ、あの有名校の方がめっちゃ練習してるんですよ。あーなるほど、うん、練習量は足りないと。足りない。だいたい自分たちはめっちゃ練習してる気分なんですよね、いつもね。だいたいみんな言うんですよね。みんな一生懸命やってますもんね、うん、やっぱ有名校は違うんだな。波動高校の練習を教えてくれると、うん、練習が強化された筋力、バッティング、肩肩も。ん？誰だ？やってみやって、はっきょう質問してるけど、なんで？どうしたの？いきなり質問してるけど、うん、え、何やってんの？練習がマンネリ化してるから。なるほど、練習改革、相撲、うん、ロッテも、あれ誰誰ん、あんこちゃんだって。本部あんこちゃんでやんすって。相撲、相撲部から手伝いに来てくれた。相撲部なの。相撲部のマネージャーとかなのかな。へえ。矢部くんなんかほっぺ赤くなってる。強い、飛ばされた。あんこちゃんめっちゃ強いじゃん。うん、来たよ。あら、油断大敵のここは高めをつく、どっしり構える、逃げ回る。じゃあ逃げ回るかっこいい、かっこ悪いですよね。うん、どっしり構えても吹っ飛ばされそうじゃん。高めつくんじゃん、顔。え、高めつくってそういうことですか。高めをつくんでしょ。だから高めだから顔ぐらいのところつくん。顔ぐらいを、ちょっとなんか卑怯じゃないですか。男だったらどっしり構えろって。いや高めついた方が勝てるんじゃん。女の子に勝ちに行きます、うんうん、じゃあ高めついてみますか、うん、高めついて相手のバランスを崩す。勢い、ほら、ほら触っちゃったんじゃない。そういうことだよ。え、無にって。ちょっと佐藤さん。ちょっと高めってもうちょっと顔より下でしたよ。おスケベ。トモヤくん、ちゃんこ作ったから食べてって。お、いいねいいね。ちょ、胸肉とまたちょっとかけちゃってるよ。青春、青春、いいですね、うん、ほら、技術とか精神上がってるよ。チャンスボールのコツを少し掴んだ。ほら、よかったんじゃない。よかったのか。あ、来た、またコフレちゃんだ。これもずっと変われないんじゃないかって不安で。いや、女の子はそのままでいいよって言われるのが一番いいです、うん、そうなんですか、はい、いや、変われるよじゃない。そのままの君が一番だよみたいのが一番いいんですよ。なわけないけどね。じゃあ、まあ、でもコフレちゃん変わりたいんですよね。でもそのままでしょ、そのままで歯でしょ。はい、そのままです。じゃあいい、そのまま歯でいいですか。もう無理に自分を変えるくらいなら、うん、そのままでいいんじゃないかって、うん、うん、頑張るよね。あれ、評価がかかってるよ。あ、これもしかしたらちょっとコフレちゃんとなんかある。あれ、今、二人来てるね。そうですね、うん、よし、じゃあ練習、うん、あ、ついてる。また敵に、また敵に来ない、うん、よし、あ、まだ練習ですね、うん。あ、走塁についてる、うん、まだ体力大丈夫ですよね、これだったら。うん、多分ね、行ってみて、行ってみて、行きましょうか。そう、35% 35% か。前、怪我してるから、これから行って。そうですね、うん、じゃあじゃあ、休んだ方がいいんじゃない。ちょっと安全にしましょうか。安全に休みますか、うん、
守備上げていきましょうか。あれちゃん、マネージャーがいるところでやったらいいんちゃう。小古ちゃんいない。あ、いないね。うん、あ、じゃあ、監督いるところで、監督に、監督にコビ打ってこれ。そうしましょう。やっぱ佐藤さんなんで守備鍛えないと、どっか寄ってかないかって。青春ですね。え、スバルくんがまだ練習してるって。自主トレね。はい。で、寄り道に誘うか、練習させておくか、練習に付き合う。はい。リアルは、はい、練習させておくですよね。え、させときます一人で。だってじゃあ部活やりました、はい、終わりました、はい、じゃあみんなどっか行こうぜってなりました、はい、そしたらチームメイトが自主トレしてます、うん、してるところに、はい、自主トレですよ、はい、俺もやるよって言います。付き合ってやるよってなんないんですか。え、羽川さんバイオリンやりますよね、はい、じゃあだから吹奏楽部だったとしたら、はい、ね、終わりました、はい、じゃあ、クラリネットの人が自主トレやってますと、はい、一緒に手伝うよって言います、バイオリンで。あ、もう終わったのに。もしくはピアノの人が自主トレ自分でやってますと、はい、あ、私も一緒にやるよって言います。言わないな。言わないでしょ。一緒してる側としても邪魔かな。邪魔でしょ。邪魔かも。自主トレじゃないですか。はい、邪魔でしょ。自分がやりたいことやりたいかな。もしね、一人でできなくて困ってんなだったら、はい、じゃあやってあげようか、うん、あるかもわかんないですけど、はい、させときますか。勝手にさせときましょう。これはじゃあ勝手にリアルだ。リアルはそれだもん。やっと、そう、スバル君にも考えがあって、そうそう、てると、正しい。お、自分の練習ペースがあると、邪魔になると。うん、あ、スバルの表現が、ほらほら、え、これ正解なの。これが正解なのよ、やっぱり。パワープロリアルですね。あ、リアルリアルだ。どこ行きましょうね。で、まだレベル2になってないやつあげたいですね、うん、守備上げてくる。守備上げてきましょう。まだ練習できますね。どうします。筋力は、筋力、あ、いるよ、マネージャー。あ、小倉ちゃんいる。小倉ちゃんいた方がいいんですか。クリスマス、あー、予定がない。予定あることもあるんですね。ケーキも置いてる。寂しい。そうだよ、まだまだね、彼女なんて、ね、この後ですよ。もう休まなきゃ。休まないと。正月。これも初詣に行きましょう。これは行った方がいいですね、うん、絶対。さすがに、うん。縁起物ですか。あ、矢部くんだ。お願い事。なんですか。うまく野球が上手くなりたい、健康に過ごしたい、気合を入れたい、モテモテになりたい。佐藤さん高1の時どんなお願いしました。それも野球が上手くなりたいですよね。まあそっか、リアルは。でまだ高1ですよ、うん、だって高1で健康に過ごしたいって言わないね。そうですね、今だと俺はもう健康に過ごしたいが一番。年齢健康、あ、身体健全みたいな。もうそうですよね、家族みんな健康になれますようにみたいなね。気合を入れたいはないですよね。そうですね。いやでもさっき寂しいクリスマス過ごしましたよ。ちょっとじゃあモテモテになりますよ。モテになりたい。まあ、なんか気持ちはありますよね。ありますよね。なくはないですよ、ね。なくはない。野球はまだ上手くなれるからちょっとね、ちょっと彼女とか作りたいからモテモテになる、どうしますいいですか。いいですよ。まあ、こういうね、高校生ですから。そうですよ。うん、何？モテモテになるよ、感じ。いい傾向。モテモテになった。モテモテになった。モテモテになったってついた今。彼女できるかな？うん、そのことだから。中吉。中吉か。でもそれぐらいがいいですよ。でもモテモテがついてるよ。ね。うん、あ、筋力3でレベル。あ、本当だ。1のところもうちょっと上げた方が良くないですか。もう総理は俺そんな興味ないからね。もうそうですよね、うん、上げるとしたら守備、守備いきましょう、うん、で練習、さあじゃあ練習しましょう。で、あ、びっくりマーク、肩についてる、肩に、肩に、あ、本当だ。
合格打法のコツ。あ、なんか疲れてますこれ。何なんですかね。練習。あ、ちょっと休んだ方がいいですね。怪我率38なんで、ちょっとじゃあ休みましょうか。うんうん、授業がある。テスト。大丈夫野球部。野球部もみんな赤点だったからな。技術下がってるし。なんで？下がってるし。やる気もなくなっちゃった。あ、残り一旦。江里さん、私たち一回も遊んでないんですけど。いらないでしょ遊び。まだ遊びいらないですか？遊びたいですか？なんかずっと練習だけしてたのかなって思ったんだけどな。じゃあ遊びに行きます。残り一旦で遊んじゃっていいですか？いいですよ。そろそろ遊ばないと。一人で遊ぶしかない。友達がいないから。あ、そっか。一人でファミレス行きます。ファミレス行くんだ。お、セクションクリア。じゃあ練習から行きます。走塁どうします？レベル1の走塁はいらないんですよ。いいですか？求めてないんで僕は。メンタルとかなんですか？メンタル強いからいらないですよ。でも今設定が弱いですよまだ。でも体力あるんで筋力とかもっとガンガン上げていきましょう。筋力ありますか？あ、いっぱい友達いる。いっぱいいるから。じゃあ筋力いこう。ほら、なんか来てる。おー、なんか来てる。え、これスペシャルタッグトレーニングだって。バレンタインデー。お、バレンタインデーだよ。誰からももらえない。もらえたらいいなですよ、まだ、うん、まだいいなって。もらえたな、ま、あ、もらえちゃうの。夕方だろ。まだチャンスある、まだチャンスある、まだある。やる気よさだった。もらえないじゃん。え、待って、初詣でモテモテになったんじゃなかったの。本当だよね。まだ練習いきますね。怪我率 1% 大丈夫だ。じゃあ打撃とかいい。打撃やってきます。行きましょうか。あ、疲れてる。疲れてる。あ、38か。メンタルびっくりマークついてますよ。でもメンタル怪我しないんですよ。あ、多分しないよ。メンタルしてきます。メンタルやってみましょう、うん、プラス思考大事。集合。お、監督は、どうしたんだ監督、うん、合宿だって、うん、来週から。そんな予算があったんですか。レベルアップのチャンス。そうだそうだ。今のうちに体調を万全にしておこうって書いてる。じゃあ休んだ方がいいんだ。まだ体力半分以上あるけど。満タンにしといた方がやっぱいいんだよ。じゃあちょっと休みますね、うん、休んどいてくださいって言ってる。万全にいいですよね、うんうん、お、満タン。ほら、マジくテレビが見られないんだ。旅館だねこれ。旅館っぽい。こんなとこでした合宿とかって。そうだね。雑魚寝だもんみんな。ほらもう休むとかないよ合宿できたら。ほんとだ、遊ぶもない。練習のみ。もう練習だ、とことん練習だ、うん、あ、レベル上がってる。あ、そうですね、合宿だから。ほんとだ、かなり上がってる。どうじゃあ打撃からいきます。打撃やってきます。すごい。肩がびっくりマークついてる。極太チューブ。うん、すごい。いろいろありますね。いろいろあるね。さすが合宿。まだびっくりマークがある。あ、じゃあまた肩いきますね。肩強くない？この佐藤さん肩強かったですね。そうそうそう。あ、終わった終わった。あ、疲れてる、うん、これ休まない。じゃあ休みましょう。あ、もう3年生になった。もう3年生なの。もうあと夏までしかないよ。え、監督のアピールが足りないよって。監督の前で練習しないとって。試合出れないことあんの。結構監督の前でやってたけどね。うん、結構、うん、じゃあ監督いるところでやりましょうか、うんうん、監督いるところ。あ、ここにびっくりマークついてるけどね、うん、
監督いない。監督いないね。じゃあメンタルにしますね。あれ高め。え、どうしたの？授業が終わったら校舎裏で待ってますって。え、しかも小筆ちゃんじゃん。え、小筆ちゃんどうしたの？の？え、話しかける無言で待つ告白するってあるけど。いきなり？え？これすごい選択肢ですね。え、これ。普通で、はい、普通は、はい、リアルは話しかける。はい、そうですよね。え、佐藤さんどうなんですよ。もうこれ勘違いしちゃって自分から。いや、呼ばれて行って、はい、呼ばれて行ったのに告白しないでしょ。こっちから。こっちからしないですね。呼ばれて行ったのに、呼んできて告白はあるんですけど、はい、呼ばれて行って、うん、呼ばれたのに行ったのに告白ってなくないですか。そう、女の子に告白させちゃ悪いから俺から言ってやるかみたいな。でも呼ばれてるんですよ。それだと呼ばなきゃいけないでしょ。そうですね。無言で待つないですよね。まあないですね。話しかけるか。これ何が違うんでしょうね。面白いのは、はい、告白する。自分から告白しちゃうっていう、リアルは話しかけるっすね、はい、でもここは、はい、告白っすね。告白できますね。見たいんですね。ありえないのを選択してどうなるかを見たいですね。ここで、ここはだってもう、うん、ここら辺で告白しないと、はい、もう試合始まるじゃないですか。あ、3年生になったから、はい、ノーチャンスですよね。そっか、もうチャンスを自分から作っていかないといけない、うん、やっとこの出会えたんだから、うん、行った方がいいです。まあ呼び出されるってことは、はい、ね、小筆ちゃんも告白してくるんでしょ。じゃあ、うん、告白する、うん、そう、ほら、ここまで来れば間違いない。これはここのシチュエーションだ。ほら、男らしく、うん、俺の方から、うん、俺は小筆ちゃんのことが好きだ、付き合ってくれ。あ、私の方から告白しようと思ったのに。あら、小筆ちゃんがその通りだった。うわー、そうなんだ。よかったですね、彼女が。無言だったらどうなったんだろうね。確かに、どうなってたんだろう。さあ、デートっていうのができた。本当だ。でもちょっと体力まだあるから練習しようよ。えらいです、私すぐデートしちゃいそうですよ。じゃあ守備、守備、うん、守備いっぱい人いるんですよ、うん、守備、うん、スペシャルタッグトレーニング、うんうん、スペシャルタッグトレーニング、うん、夜に寝るの、うん、もうなんか眠れなくなってますよ、うん、え、わお、なんか不安があるんですね、うん、遊ぼう、デートしよう。デートしちゃうじゃん。デートしよう、ここでしょ。あ、小筆ちゃん、うん、はい、初のデート。ではどこか遊びに行かない？映画行ってきたんだ。小筆ちゃん映画通なのかな。さあ、残り一旦練習しよう。練習ですね。監督の前でアピールって言ってましたけど、監督が全然いないんですよ。いたよ、いたよ、いた、うん、誰で行きましょう、うん、お、監督に呼ばれた。お、お、そろそろスタメンに固定してよ。やっと、いや、3年生になってやっと。今まで結構レギュラーっぽいね、立ち位置だと思ってたんですよね。実際何年生からスタメンですか？2年生から。だから3年生がいなくなったからですよ。あ、そっか。1年生の、はい、だから秋からですよ。秋か、へえ、で早いですね、でも。はい、集合。集合。あ、もうすぐ試合なんだ。はい。はい。メンバー。オーダー。あ、ごくり。8番になっちゃう。8番か。俺は。そうですよね。プロに行く方みんな大体4番打ってますよね。自分で操作するでしょ、ここはもちろん。もちろん、まあ、自分の打席をプレイできるかな。ちょ、能力アップ、能力アップ、能力アップ。そうですね、ちょっと確認しておきましょう。いっぱい食べてるから、うん、じゃあ、うん、ミート対決よし。操作大丈夫かな。これちょっと野球指導っていうところで練習してきましたよ。そうなんですか。はい、じゃあいけるでしょ。頑張れ。8番ですよ。
お、チャンス、ワンアウト一三塁。チャンスで回ってきたの。うん、いや、私打つの苦手なんですよ、これ。え、こうやって、これ、これ、ここだ。遅い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 、遅い、ここ、ボール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 。あ、ボールは見逃さないといけないのか。あー、ダメだ。三振してるよ。まだまだ、まだノーアウト二塁。チャンスだ。早い早い早い、難しい、むずいよ。いけ、よし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 、あーんと、せっかくバットに当たったのに。ワンアウト1塁、つなぎたいですね。バント、いや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 、打つ、早い早い早い、はい、どう、よし、おーヒット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 、よしライト前、よしよしよし、もうチャンスメイク、よっしゃ、いい感じ。あ、でも点入んなかったのか。あ、入った入った、サヨナラ勝ち、一人の前、勝った 前のバッターで決まった、勝ったね、勝った、1回でやった、1安打、まあまあいいんじゃない、3打数1安打ね、いや、まあまあまあ、うん、セクションクリア。クリア。今日はここまで試合に勝ちました。はい、しかもヒット打ったしね。打てた、よかった。結構良かったですね。しかも彼女できたし。確かに。良かったですね、佐藤さん。俺？マネージャーと付き合いましたよ。うん。リアルはいなかったんだけどね、マネージャーがね。あ、そうなんですか。工業高校だから。あ、女子が少ない。女子が少なかったんで。はい、でなんかマネージャー候補もいたらしいんですけど、先生が取らなかったらしくて。はい。だからマネージャーいなかったんですけど。良かったですね。でもやっぱマネージャーってその人数いるわけじゃないじゃないですか、うん、マネージャーが好きになるってことはやっぱり性格もいいしプレーも上手いってことなんですよ。でも8番だからね、ちょっともうちょっと頑張ってもらって打順上げてもらっていいですか。そうですね、4番狙いましょう。次回、はい、お楽しみに、はい。